写真拡大。ソフトバンク 8-4 セーブ。ソフトバンクが終盤の攻勢で逆転勝ち。2点を追う7回にグラシアルのソロで1点差に迫ると、8回には代打長谷川勇の同点打とホイって逆転に成功。9回にも今宮の敵陣二塁打などで突き放した。西武は救援陣が踏ん張れず、リードを守れなかった。